江戸川区の小学校で昨日、オリンピック出場選手らと小学生たちが一緒にミニ東京マラソンを開催しました。江戸川区立二之江第三小学校では4年生から6年生の児童133人が集まり、ビーチバレー北京オリンピック代表の朝日健太郎さんらアスリートと児童たちがランナー役とボランティア役、それに声援を送る観客役に分かれてミニ東京マラソンを開きました。東京マラソン財団が主催したこのイベントは、子どもたちのスポーツの夢を応援するスポーツレガシー事業の一環として行われました。参加した児童は、マラソン大会は多くのボランティアなどの支えがあって開催できていることを学んでいました。